株式会社白報道 DY デジタルは東京都港区に本社を置いていたデジタルエージェンシー。白報道 DY ホールディングスのデジタル中核会社だった。2019年4月デジタルアドバタイジングコンソーシアムと統合。1999年6月株式会社インディビジオンを設立。2002年12月親会社である白報道と 他3社による持ち株会社設立に伴い、2005年7月、株式会社博報道、DY インターソリューションズと社名変更し、デジタルマーケティングソリューションを提供する。2016年4月1日、デジタルメディアビジネスを推進する、博報道、DY メディアパートナーズの i メディア局等の組織と戦略的に統合し、株式会社博報道 DY デジタルと、 社名変更した。生活者発想に基づき、インタラクティブ領域とリアルのマスメディア領域を使った手法によってメディアミックスの提案を行っている。博報堂、DY グループの中でデジタル全領域をワンストップで高品質に提供するデジタルリーディングカンパニーを目指している。2019年4月、デジタルアドバタイジングコンソーシアムと統合。 2016年7月1日、株式会社電通はデジタルマーケティングの関連会社を統合し、電通デジタルを設立した。また、現在アクセンチュアなどの外資系、コンサルティングファーム数社もデジタルマーケティング業界に参入している。ありがとうございます。